戦打率が4割5分5厘まで上がってきました。まずは初球の入り、それでレフトへ上がった、ポール際飛び込みました。初球ややインコースより見事に捉えていきました。やはり山岡に対しては非常に相性のいい山口航輝、ワンスイングで結果を残しました。先制のスリーランホームラン、山岡捉えられました。いやー山崎さん、初球から来ました。バッテリーとしてはね、このインサイドで詰まらせて内野ゴロを打たそう